はい、この動画をですね最後まで見ていただけるとあなたが10倍仕事やビジネスを楽しめるようになる方法が分かりますので是非最後まで見てください。はい、で僕はですね昔から感じてたことなんですけど輝いている人ってなんかこう自分から積極的に楽しんでたりしてませんなんか僕そう思うんですよね。でもう結論から言っちゃいますけどビジネスとか仕事っていうのも楽しいものじゃなくて 楽しむものなんだっていう風に覚えておくといいですで、これはビジネスだけじゃなくて何でもそうだと思うんですねで、僕前言われたことがあるんです、えー、40年ぐらいですねもう経営されている弁護士さんから、えー、言われたことなんですけれども、えー、桜井君と、えー、体を壊してしまったり精神を壊してしまったらもう終わりだからねって言われたんですよね でまあ、これって体を壊してしまったり精神を壊してしまったら、まあ、スポーツ選手でいうと怪我や故障と一緒でで生命線にななるわけじゃないですかで僕は仕事やビジネスにおいて楽しむことを忘れちゃってこう体調を壊しちゃったり、えー、ちょっと精神を壊しちゃったりですね、えー、そういうことをする人っていうのを、まあ、あの会社員だった時もそうですし起業家になってからでもですね、まあ、多く見てきたんですね。 でえー、自分のこのやっぱりマインドっていうのは自分自身でコントロールしなければいけないんですよね。でこれが下手な人だとやっぱり潰れてってしまうんですよ。で特に上のステージに行けば行くほどですね強靭なメンタルっていうのが絶対的に必要になってきます。とはいえ最初っからそんな鋼のメンタル鋼のマインドを持っている人っていうのはまあいないわけですよね。 だから、どこの企業塾でも、例えば会社員の上層部になっていくにしろですね、最初っていうのはメンタル強化すること、メンタルトレーニングをすることが非常に大切なんです。だから、企業塾なんかに入っても、最初に教えられるのっていうのは、もうテクニックとかノウハウとか情報なんていうのは二の次であって、マインドセットっていうのを教えられるんですね。 土台ととなる考ええ方とか心構えこういったものが何かがあなたがねもし何かがあったとしても乗り越えられるとかあなたが何かがあったとしても動じないとかあなたに何かがあったとしても前向きにポジティブに捉えてやっていけるとかそういうメンタル強化トレーニングっていうのが必要でこれを自分に落とし込んでいくっていうことが大切なんですね。 ただこう言うとこうううう言とやってい人がいるんですよじゃあ強靭なメンタルができてから挑戦しようとか強靭なメンタルができてから次の役職に上がろうとか強靭なメンタルができてから自分でビジネスを取り組もうとかですねそういうことを言う人がいるんですけれども残念ですがもうはっきり言いますそういう人はもういつになっても自分のステージを上げることはできないですし稼ぐこともできません。 なぜなら、えー、実践をしながら磨き上げていくものだからなんですね初めからできるわけなんかないんですね、えー、それを実践して実際にやって取り組むことで、えー、自分の例えばメンタルが強化されたり磨き上げられたりそういったものになってきますだから何とかしたら何々やろうみたいなですねこういうマインドの人はそもそも大きく変わることは ありません逆でですねやるからできるようになるというマインドセットを覚えておくといいと思います。でですね僕がですねすごく好きな名言があるんですねそれが阪急東方グループまあ現在でいう阪急阪神東方グループの創業者である小林一三さんという方がいるんですけれどもこの方がですねこんなセリフを言っています。お金がないから 何もできないという人はお金があっても何もできないっていう名言があるんですがこれ本当に僕もその通りだと思いますお金があったら何々ができるのになとかお金があったらああできるのになって言ってる人は一生そう言ってるわけなんですよねあなたの周りでもそうだと思いますで例えば今例で挙げましたけれどもビジネスも仕事もですね楽しいから 楽しくななるのではないんですよ楽しんでいるから楽しくなるっていうことなんですね。こっちなんですよで例えばあなたが幸せになりたいと思っているんであれば幸せになりたいならですね幸せにしているから幸せになれるわけで幸せが外から降ってくるわけではないんですよね。自分が今の状態で幸幸せせにににハッピーにしているから幸せになるまあそういった普通の人とはやっぱり逆 逆なんですよねなので今日、えー、こう僕が伝えたこの動画のことが、まあ、ぜひあなたも明日から実践していただければと思います。ということで、えー、最後まで見ていただけましたらぜひいいね評価とあとはチャンネル登録をお願いします。あとは僕のですねリコーナーの方に僕の LINE の URL が貼ってあります。でその LINE に登録いただけますといろいろなビジネス情報であったりあとはライブ告知ライブ情報であったり あとはセミナーの告知情報であったり、あとはまれにオフ会なんかの告知もしていますので、ぜひ僕の LINE ともつながってください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。